どうも、ジップ FM ナビゲーター作曲家の西岡大輝です。さあ、こちらのポッドキャスト、名古屋はジップ FM、 毎週土曜日曜朝6時から放送中の番組ビッグヤップがお届けするポッドキャストプログラム、ビッグヤップコライトでございます。さあ、前回まではですね、ラジオ本編からあなたの音というコーナーをお届けしておりましたが、あなたの音前回で一旦お休みとなりまして、ここからはですね、こちらの企画がまた戻ってまいりました。ビッグアップ番組オリジナルジングルを作ろうということで、このポッドキャストもそもそもこのジングル企画のために立ち上がったポッドキャストですからね。昨年、秋頃にですね、9月10月ぐらいかなに、リスナーからいろんな音を送っていただいて、その音を僕がサンプリングして番組のジングルを作ろうという企画をやっておりました。で、このジングル企画ね、まあちょっといろいろ説明するより、去年作った時の過程をね、みんなの音が届いて、どういう風に音楽になっていくかっていう過程を、ちょっと音源の素材がありますので、そちら聞いてもらうのが一番分かりやすいかなと思いますので、ちょっと一緒に聞いてみましょう。どうぞ。どんな音が入っているかというと、ちょっと一個一個紹介していきます。まずはね、ヤミーさんのこの印鑑を押す音ね、これがねもう大活躍で、あとはあとね、吉田裕二さんの穴あけ機の音、そして同じく吉田裕二さんのペットボトル、ペットボトルのシャカシャカ音ね。で、続いてラジオネーム鍋鬼の、両替してコインの音ね。はい。で、続いてが、こちら片岡雅宏さんのワンちゃんのご飯食べてる音ね。で、続いて、吉田さん猫の鳴き声、これねで、そしてラスト、ラジオネーム月見ステーキが送ってくれた鶏とかいろんな動物の鳴き声が聞こえます。で、こんな音をですね、一個ずつサンプリングしまして曲にしていきました。どんな風に出来上がってるか、ちょっと一個ずつ聞いていきましょう。まずはこれが、ヤミーさんのね、印鑑の音がキックドラムの代わりみたいになって、そこに吉田裕二さんの穴あけ機の音が乗ります。で、さらに同じく吉田さんのペットボトルの音、ここにね、鍋鬼さんの両替の音が入ってきます。で、これにベースを乗せていきましょうか。で、ここにですね、どんどんいろんな動物たちの鳴き声が入ってきます。これ多分動物の音さ、一個一個聞くとすごい平和な感じなんだけど、こうやって聞くとなんかもうなんかこの世界の終わりみたいな空気感になりますね。で、そこに、リードと声が入りまして、ジングル出来上がりですね。出来上がりこんな感じです。はい。どんな音を使っているかと言いますと、まずこちらです。これはね、ラジオネームヤミーさんが送ってくれた印鑑を押す音。これ印鑑押しまくってんですよね。これ録音してる風景を思い浮かべると笑えるっていうか、笑えるっていうかちょっと怖いっていうね。はい。そして同じくヤミーさん、これはね、さらに狂気が増してるんですけど、部屋のカーテンを開け閉めする音。
これ部屋入ってお母さんがこれやってたらちょっと絶句しちゃうよね、そんなヤミスの印鑑とカーテン開ける音と、もう一個、これはラジオネームそんなもんかさより、オーブントースターの音ですね。はい、この3つを使いましてこのジングルできております。じゃあまた順番に聞いていきましょうか。このまずヤミーさんの印鑑の音が、キックの役割をしております。うん、こんな感じですね。でここに、そんなもんかさよりオーブントースターの音を入れていきましょうか。うん、で、ヤミーさんのカーテンの音でビートも足していきましょう。うん、このヤミーさんのカーテンの音がこう規則的すぎないのがいいですね。うん、でここにベース足していきます。ちょっとブームアップっぽいというかね。はい、でここにシンセを足しましょう。はい、で最後に声を足して完成でございます。週末また朝からうだうだ神器臭い、でもこれが俺よごめんなさい、嫌なら気なしの回帰手を BIGYUBはい、こんな感じです。懐かしいねもはやちょ、まあ、そんなにめちゃくちゃ前ってことじゃないんですけど、去年の10月のね、あの生放送の時に確か、発表しただったと思うんですけど、そうこんな感じで皆さんから本当、みんな意識すると普段何気なく過ごしていてもいろんな音が鳴っているってことに気づくと思うので、それをねちょっと録音して番組まで送ってきてください。なんで先週までやってたあなたの音と勝手は一緒ですね。で別に特に何時とかも特に指定もないので、でできたらこれはこういう音です解説を載せてくれると助かります。さあ送り先、ビッグヤップアットマーク zip-fm.co.jp BIGYUP アットマーク zip-fm.co.jp、 もうこれ一人何通送っていただいても構いませんので、むしろもうあればあるだけ助かります。ぜひぜひ送ってください。で今聞いてもらったのはその出来上がっていくところだからいいんですけど、そのみんなから音が集まって今週はこんな音が届きましたっていうのを毎週来週からも紹介していくんですけど、本当にだから印鑑押す音とかカーテン開ける音とかをただひたすら最初はしばらくその音だけ聞いていく回がね何週か続くの、もうめちゃくちゃ地味なのそうだからちょっと地味すぎてこれ何やってんだか分かんないなみたいな反省点も前回の反省からあって、で、まあ、それはそれでやるんだけど、もしね例えばこの番組聞いてる方で音楽普段やってますとか別にやってなくてもいいんですけど、なんかもうそういうのいいんで私ジングルも完成品作りますっていう人いたらぜひその完成版も出来上がったバージョンのジングルももしできる方送ってきてほしいです。クオリティ問いませんクオリティ問いませんっていうか、めちゃくちゃだったら多分流されないけどあの音楽やってる人、ギターの弾き語りでもいいし DTM でもやってもいいし、本当に鼻歌レベルでも何でもいいので、歌詞とかもお任せします。ぜひぜひそうそう、でそうだそうだ、これ発表時期とか特に言ってなかったですよね。一応2月3月と募集して4月、番組が2年目突入のタイミングで、まあ、なんでだから2年目突入記念ジングルみたいな風にして作りたいなと思うんだけど、ただ現時点では僕もスタッフも、春から番組が続くかどうか分かりません。もしだからみんな頑張って撮って送ってくれると思うんだけど、もし続かなかったらお蔵入りですそんな感じでその番組が続くためにもね皆さん盛り上げていただいて送ってください。で
ラジオ本編で入りきらなかった音素材なんかはこのポッドキャストの方限定で聞けるみたいな風にもしようかなと思っておりますので、引き続きポッドキャストの方もどうぞよろしくお願いします。送り先だけもう一回言っておきましょう。bigyup@zip-fm.co.jp bigyup@zip-fm.co.jp こちらまで、お願いいたします。そしてラジオ本編ですね、毎週土曜日曜朝6時から ZIPFM にて、放送しております。いろんな音楽だったりいろんな話しておりますので、ぜひぜひ本編の方も聞いていただければ嬉しいなと思っております。というわけで以上ポッドキャストビッグアップコライトをお届けいたしました。